全部書き留めて、冷蔵庫なんかにねこうマグネット使って貼ったりとか、そんな風にして暮らしております。もう一つがですね、ギタリストとして致命的なのが、ここに今真鍮のね、指輪をしておりますが、これはですね、この2本の指がね私麻痺してるんです。何年前かな、もう10年ぐらい前になると思うんですが、交通事故に遭いまして、後ろからね追突されたんですよ。結構な勢いで追突されたんですよ。でその時にハンドルを持っていたんですが、こうバーンとなったんですよね。その時にここのところのよくここをビーンってぶつけるとこうビーンってこうしびれるじゃないですか。あれのこうちょっとひどいやつになりまして、それ以来ねこの2本の指がね麻痺してしまっているんです。でやはり麻痺に対して一番効果的なのはやっぱり温めることなんですね。でそこで思いついたのが、この真鍮のこういうね真鍮の指輪をしてるんです。でこの指輪をしていると自分の体温をね自分の指の温度をね保つことができるんで、徐々にですが回復してきています。なので、こういうねアルペジオ弾いたりすることがねやっとできるようになりました。昨年ねすごくよくしていただいたご近所の、竹村さゆりさんという方がね亡くなられたんですが、その方がねおっしゃられたのは、こんなこと言うとなんかちょっと恥ずかしいですけどね、あなたには花があると、生まれ持ったね、花があるっていうね、もう本当に身に余るそんなお言葉をいただきまして、でその竹村さんという方はお父様が映画監督でいらっしゃって、でお母さんが女優さんでいらっしゃってね、そういう家庭で育った方なんで、芸事のねことには大変詳しかったんです。でその人のために、ギターを弾いたりね歌を歌ったりしたんですけども、あなた下手ねって言われまして、美空ひばりちゃんなんかよりは下手よって、そのもうなんて言うかな、比べてるレベルが違うんですよ。そんな美空ひばりさんと僕を比べるなんてのはね、そりゃ美空ひばりさんの方が歌お上手に決まってますよね。でもその人の中ではもう一緒になっちゃってるんですよね。芸事をする人はこうそこに僕と美空ひばりさんの間にすっごい大きい実力差があるっていうことはねもう関係なくなっちゃったんです。芸事をする人は芸事をする人、だから美空ひばりさんを目指して頑張りなさいって言われて、あなたには必ずできますって言われて、でね人間って不思議なもんでね、そういうふうに言われると頑張れるもんなんですよ。はい、美空ひばりさんの最後に歌われたね川の流れのように、本当に涙なくしてはね見られないような素晴らしい歌でした。そんなわけでね、3時間しかね記憶が持たないことでいろんな方にご迷惑をおかけしております。本当にこれはね大変申し訳ございません。そしてねもう一つ左の腕なんですが、小学校の時にね骨折してまして、跳び箱を跳ぶのがなぜか当時得意だったんですよ。
で先生に集められましたね、竹下の飛び箱すごくうまく飛ぶからね、ちょっとみんな集まって竹下を手本にこう見ろって言うんで、こうみんなこう体育座りして、こうありえない、ちょっとそれ無理でしょうっていうぐらいの、高いね、こう飛び箱を設置されまして、そう竹下飛んでみろって言われたんですよ。いやいや先生ちょっとそれ無理ですよって思ったんですけど、まあ一応本番に強いんで、タカタカってきてビョーンって飛んだんですよ。飛びすぎちゃいましていわゆるこのね、こう飛び箱があって、こうポンって手つくとかあるじゃないですか、そこを超えちゃったんですよ失礼、超えちゃってあーって思ったら、もうそのまま超えちゃったんですよね。でとっさに後ろに向かって手をついたんです、バーンって。であっと思って手を見たら、手がね短くなっちゃってたんですよ。もうこっから骨が斜めに折れちゃって、この辺まで短くなっちゃったんですよね。でね、びっくりしまして、当時は目黒に住んでたんで、目黒の病院にね、そのまま、父と一緒に、病院に行きましたところ、こういう骨折の仕方だとうちだと無理ですねって言われて、延々とそのなぜ無理なのかを説明されるわけです。で、こっちとしてはですね、私としてはもう痛いし、その説明を受けても早く治療してほしいなと思いながらも、あ、そうですか、そうですかって聞いてたんですよ。で、そこで近くにある昭和医大に、救急搬送みたいなのされましてね。で、骨継ぎっていうか、ギューって引っ張ってこうギブスしたんですが、今でもそれ治らないんですが、こう手を、こうやってね、普通の方は多分右と左をこう開いた時に同じように開くと思うんですけど、僕の場合はこうやって開くと左の手の方が開いちゃうんです。これ角度わかります？角度が合わないんです。で、これで何が困るかっていうと、クラシックギターってね、基本的にちょっとごめんね、こういうふうにこういうふうに構えなきゃいけないわけです。なるべく指を立てて、親指はこの後ろ側からね出ないように、こういうポジションを取らなきゃいけないわけです。エレキギターなんかだと低く構えてね、こういうふうにこういう感じで指を動かすんですけど、私の専門はクラシックギターなんで、こういうふうに構えなきゃいけないわけです。これがね、今でも正直言って厳しいです。で、当然アルペジオでこっちのね、こっちに関しても、この2本は痺れてるんで、どうしてもね、リズムに関してはね、どうしても、この2本がね、うまくコントロールできないんですよね。でもね、練習しました。本当に練習しました。人間はね、練習して、もうこうやって一生懸命マッサージしたりとかね、そういうことを繰り返しているうちに、徐々にですが、曲がるようになってきました。でこちらの指も、これね意外とできる方少ないらしいんですが、こう開いて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 、ぴったりくっつけてですよ。
こう開いて、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 こう開いて。これね、ぜひね、ギター弾き方、ピアノ弾き方ね、練習してみるとね、細かいね、こういう時の筋肉ってここを使うじゃないですか。こういうところの筋肉がね、鍛えられるんで、少しずつですかね、いろんなことができるようになります。今日はね、早起きしたんで、三問の徳ということで、ちょっと神社に行ってお参りをしてまいりました。なかなかね、コロナウイルスが、ワクチンを打ってもね、感染してる方、まあ、残念ながらいらっしゃるんですが、ワクチンにもね、いろいろな種類があって、今、日本でもね、相当、研究が進んでいるようで、国産のね、ワクチンに期待したいと思います。それではなんだか取り留めない話になってしまいましたが、結論といたしましては、楽器をやる人はたくさん練習しましょうと、ハンデを持っていた方が、ハンデを跳ね返すだけの精神力を持てる、はい、そんなお話でした。また次の動画でお会いしましょう。See you next time です。今日ちょっと小雨が降るみたいなんで、風邪などひかれますませんよう、十分ご注意ください。竹下敦でした。